いわき市、平というところで輸入家具を、販売しております、喜楽館の鈴木と申します。いわきで、私が運営させていただいてます、いわきソーシャルメディア交流会、の中の、ソーシャルカフェという、月に2回程度ですね、いわきの、ソーシャル仲間が集まって勉強会をしております。企業の、中の人といいますか、企業人が、中から見たソーシャルメディアを、これほどまでにですね、分解して、分かりやすく書いてある本は本当に少ないんじゃないかなと思いまして、非常に参考にさせていただきました。ぜひですね、これからもそれを活用して、売り上げを2倍3倍と上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。